リュクサンブール宮殿は、フランスのパリにある宮殿。フランス元老院の議事堂として使用され、その周囲は、リュクサンブール公園として一般に公開されている。サロモン・ド・ブロス設計のピネー・リュクサンブール公、フランソワの邸宅を、イタリアから、フランス王室に嫁いできたマリー・ド・メディシスの居城として、改築した。ニコラ・プッサンとフィリップ・ド・シャンパーニュが手掛けた内装は、 彼女が幼い頃過ごした、フィレンツェのメディチ家の居城ピッキ宮殿をモチーフとしている。マリーがフランスを追放された後は、彼女の孫である、モンパンシエ公爵夫人などが居住した。フランス革命によって、当時の主であったプロバンス博が亡命したために、国家に摂取され、監獄として使用されたほか、末期の総裁政府の官邸となり、権力者たちがここを活躍の場とした。 その後ナポレオン・ボナパルトが権力を掌握した歴史的な舞台にもなった。第二次世界大戦中はドイツ占領軍の空軍司令部が置かれていた。自由の女神像の原型が設置されている。ありがとうございます。